はい、どうもオーバン TV のオーバンです。ということでね、今日は始まりました。今日はね、ちょっと僕どこに来ているかというと、やばくないですか、ここ。見てこの階段、これは僕がね、地元で参加させてもらってるお年島祭りの豊島神社という場所に来てるんですよ。いやー、今年ねコロナの影響でなくなったよね、祭りが。ほんと僕今ここいる場所って中段なんですよ。この下ね、これちょっと見て、これまだあるんよ、この下。やばくないですか。もうこっから登ってきて、このね上に登っていくんですよ。これ全部でね、階段が170段もあるんですよね。で、今年コロナの影響で、まあ、お祭りもないということなんで、せっかく今年 YouTube 始めたのに今年祭りがないっていう。もう YouTube も上げてるし、祭りも上げたいということで、今日はちょっとこちらでね、いろいろちょっと撮影していきたいと思います。ちょっとね、この格好じゃね、普通の格好じゃやっぱダメなんで、ちょっと着替えますね。これね、やっぱ祭りと言ったらハッピーでしょう。でね、僕はね、この工事支部というねところでね、所属で頑張っておりますけど、せっかくなんでちょっと上登ってみましょうか。行こう。この格好で通れるっていうのがまたいいよ。あー、たまらん、たまらん、この感じ。あーおーいほんほいさい。ここはおー年はか、いやよいよ言えてくれる、よいよい、そんな目、そんな目よいよいさ、あのでも曲がらんだ、みこしなんとある思うそんなよいよいじゃ、お前いかんて。まあね、そんな感じで、まあ、歌を歌いながらね、ここ登っていくんですよ、おみこしを担ぎながら。いや、ええな、もうすでに偉いけどな。どう、初めてこの階段上がったんだね。結構偉いです、もう足がえれだろうこれ普通に持ってでしょ、だってそうそう。でも担いどる方が、担ぎて、俺結構担いどる方なんだけど、はい、担いどる方からしたらあっちゅうもないの、この階段。ああ、そうなんですか。そう、普通に歩ける方が偉い。普通に歩けるの、普通に歩ける結構もう足が来てますね。これ許可とかいらんのかな。大丈夫だよ、ね、大丈夫、分かんない。じゃあ行こうか。さあ来ましたよ、境内です。ここがいいわ、ここにさっきの階段あるじゃん。階段から上がってきた時に神輿をここに突っ込む。ここに。こんなじゃけ。ほんま。これご飯になったらみんなここに棒がある。ああ、そう。はい、ということでね、ちょっと今日はね、この豊島神社に、ね、上がらさせてもらったんですけど、ちょっとね、この新型コロナウイルスというね、憎きウイルスによって祭りが中止になりました。でね、祭りが中止になったらもう豊島祭りだけじゃなくて、全国各地の秋祭りがね、なくなったりですね、まあ今年は感染拡大の防止をね、するために、自粛という形で中止になっていると思います、全国のお祭りが。なんでぜひね、来年こそはいいお豊島祭り、そして全国の秋祭りができますように。今日はね、最後万歳三唱で終わりたいと思います。全国の祭り男たちの期待とね、希望を背負って、ちょっと全力で万歳三唱させてもらいたいと思います。それでは来年の秋祭り開催、もちろんここだけではなくね、全国の秋祭り開催できることを願いまして、万歳万歳万歳、ありがとうございました。
しさは例えば女で紛らわしい。もう帰ろう、もう帰ってしまおう、寝静まった街を抜けて Yeah.